どうも、こんにちは。ライラというものです。今回から、僕と魔王というゲームを実況していこうと思います。2001年に、プレイステーション2から発売された作品です。ということで、よろしくお願いいたします。まずは、オープニングがありますので、そちらをご覧ください。2分15秒ぐらいあったと思います。いきなり、名前を決めるところから、特に何の前振りもなく出てきたんですけど。ということなんで、一応、ルカっていう男の子が主人公の作品なんですが、ここは自分の名前を入れていこうかなと思います。ということで、私の名前はまた名乗りますが、ライラと申します。よろしくお願いします。はい。いきなり女の人の鼻歌から始まりましたね。私は可愛いお母さん。お料理上手な人妻よ。なんかもういきなりぶっ飛んだようなイメージしかないんだけど。すごい印象付けられたな、細。ねえお母さん、今日の晩ご飯何？まあ、兄言ったら。さっきお昼食べたばかりなのに、食いしん坊さんね。だって、いい匂いするんだもん、気になるよ。なんか煮込んでましたね。ほら、お兄ちゃんも来ちゃったよ。と、こんな風に、ごく普通の家族のごく普通の会話から、この物語は始まります。そして、妹の後ろから地味に登場したこの少年。そう。この少年こそこれから始まるとんでもない物語の主人公なのです。なんかいきなり唐突にナレーションが入った挙句地味って言われちゃったんですけど。ねえねえ、それで今日の晩ご飯は何なの？シチュー？ステーキ？そうね、お兄ちゃんは何だと思う？これはでも似てましたからシチューですよね。
秘密。お母さん若いな、なんか。そうね、どうしよっかな。あ、そうそう、はい、何ですか。昨日ね、お父さんがね、面白い壺を拾ってきたのよ。なんかずっと気になってました、あれ。オープニングにもありましたよね。なんかハクション大魔王が出てきそうな。ほらほら、テーブルの上に置いてあるわよ。そうそう、その壺、どうしても蓋が開かないのよ。ねえ、不思議な壺よね。開けてみる、つついてみる。なんか選択肢が結構いいですね、あって。じゃあここはあえて匂いを嗅いでみましょうか。やらない方が良かったやつだね、これ。そうね、どうしよっかな。まあ開かないんじゃ意味がない。何かありそうですね。でも、あ、そうそう、そういえばお母さん、パンもらってくるの忘れちゃった。あなたのお母さん、後ろに食パンならありますよ。食パンじゃダメってことかな。お料理から手が離せないし困ったな。どうしようかな。チラッチラって感じだろうな。じゃあ妹よ、頼んだぞ。軽くな、なんか流されたんだけど。さすが地味なお兄さん。勉強しなきゃ。はい、わかりました。お金は月末払いだから受け取るだけで、なんか大丈夫なんですかね、それって。いろんな意味で、なんか月末払いっていろいろと、なんか分けやりって言っちゃいけないけどさ、なんかいろいろありそうですよね。行く前に村役場のお父さんのところに寄ってみたらどう？働く男の姿って素敵でしょうね。ああ、お母さんも見てみたいわ。うっとり。結構、ぬるぬる動きますね。びっくりしました。この僕と魔王なんですが、確か、プレイステーション2が発売されたあたりに、だいぶ初期の作品だった気がします。へえ、結構ぬるぬる動きますか。壺が気になりますけど、なんか、あ、これは何だろうね。あー、なるほどね。普通に外に出ただけか。じゃあ適当に回っていきましょうか、まずは。ユニークですね。ムーミンかなと思いましたよ。おじいちゃんか。こんな日には、剣一振り持って世界を駆け巡った若い頃を思い出すか、すごいですね。アクティブですね。わしらの家系は冒険家の家系、そうなんですか。お前の母親も若い頃に冒険の旅に出て、そこでお前の父と出会ったのじゃ。じゃあ冒険フラグですね、私も。でもなんか、雰囲気はいいですね。ニョロニョロとか出てきだしたら、完全にムーミンですね。気になるなぁ、この部屋。自分の家にこんな部屋あったら気になるよね。できたらあってほしくないよね、でも。鍵がかかっている。フリーゲーム的な？無理やり開けてみる。ダメだ。じゃあ、調べてみる。ひし形をした珍しい鍵屋なら、ひし形、珍しいですね。開くのかな、じゃあこれ。どっかに鍵があったりするんですかね。ここは？ああ、俺の部屋。あ、俺の部屋結構いいね。なかなかいい部屋ですね。パーティー変更。あんま今は見ない方が良かったやつですね、おそらく。なるほどね。まあ、ここでセーブとか、いろいろ、できますよっていうことですね。まあ、まだ、大丈夫でしょう。さあ、外に出てきましたね。あ、なんか、冒険に行こうぜみたいな、なんかいい雰囲気の音楽ですね。一応、一通り調べたんですけど、特に何もありませんでした。へー。ちゃんとマップも表示されてていいですね。ん？なんだろう。ちっちゃな歯車を見つけた。
アイテム？結構な数になりそう。なるほどね。まあいろいろなところに落ちてると、拾った枝、その辺に落ちていた木の枝、なんてことない、なんてことない言うな。本当になんか地味みたいじゃないか。ヒイラギの葉、幸運とか防御とか、やっぱ戦うんですね。一応 RPG っていうジャンルのようなのでありそうですか。うーん、結局晩ご飯は何なのかな。シチューじゃないの。もうお母さんたらとぼけてるんだから。勉強、まあいいじゃん、まあいいよな。うん、おうおう。さて、ご飯前にモーリス君と夕暮れのデートだわ。女の魅力を磨くには今からいろんな経験をしなくっちゃね。本にもそう書いてあったし。本？本見て勉強してるの？どんな本？お母さんの本。早わかり男の操縦法。ちょっと待って、ラスボスお母さんとかないよね。恐ろしい母親だぜ。あ、こっち行ける。図書館の地に触れたもの。名もなき勇者ここに眠る。いや、もちろん名前はあったんだろうけど、誰も聞いてない。まあそれは知らんわな。それは知りませんわな。ここに眠る男は好きに酒、好きに酒飲んで博打やって最後はフグに当たって死んだ。全く彼の人生プラン通りなの。なんかユニークですね、いろいろ表現が。あ、開いた開いた。ご丁寧にどうも。なんかいろんなとこ行きたくなっちゃうんですけど、多分道なりじゃないといけませんよね、おそらくこれは。こんにちは。ナンシーかな、それともコニーかな。何悩んでるの。なんだとは。なんだ、いつ来たんだね。気がつかなかったよ。もうもう。さすが地味な主人公。それより知ってるか、明日の夜この先の広場でサーカスが来るんだってさ。それは楽しみだね。おお、俺今度こそジュリアを誘うんだ。なるほどな、そのジュリアって子が好きなわけだな。僕は誰を誘うかな。誰か女の子を誘えば、せっかくのサーカスなんだしさ。そうですね、そうですね、チエちゃんがいいですね。あるわ、度胸ぐらいあるわ。でも本当になさそうだから困るな。テネル村へはこの道をまっすぐだよ。知ってるだろ、生まれた時から住んでるんだからさ。あえて抗って行ってみたいが、危ないようなのでやめときましょうか。じゃあ何、廃屋違うってばって、なんかツッコミが入ってんだけど。やばい、なんか時代を感じる、なんかこのツッコミのやり方に。なんか懐かしい匂いがプンプンする。何？何この BGM。 でもなんか好き。ジュリア、かわいい。おほい、ジュリア、あのジュリア、おほいって、おほいってさすがに聞いてる距離だと思うけど。気づいてよ、気づいてよ。そこまでやばいの？ちょっと待って、そこまでこの子はやばいの？ああ、よかった、考え事してたんだね。よかったよ、安心したよ。ねえ、明日の夜サーカスが来るって知ってる？知ってる。楽しみよね、サーカスよ。ねえ、一緒に見に行こうって誘ってくれ。先客がいるんじゃないのか。もうなんか分かっててやったけどさ、傷つくよねみたいな。あのね、そのうちだけど、私あなたに大事な話があるの。大事な、じゃあさよなら。めっちゃ気になる。
ここは肉屋主人。スケール、あ、そっか、スケールっていうのがお金の単位か。まあ今はパンですよね。というかそのパンですらももらえるっていうお話を、なんか月末払いとかなんか言ってましたからね。なんか一体どんな家系なのか気になりますか。最近はそのお化け、ホラーゲームなんですか。ちょっと待って、ちょっとホラーはやめていただきたいんですが、怖がるおじさん全然怖がってるように見えないんだけど。クワバラ、クワバラ、マドリルって？なるほどな。まあ要はこの街でいう都会的な感じでもあるかもしれないですな。カズヤ、ベーカリーって書いてあったよね。ここか。すいません。もうなんか悲しくなってきたよ。俺はもう悲しくなってきたよ。はいはい、ごめんなさい。パンを取りに来たんだろ。はい、これだよ。まったくあんたは元気がなくっていけないよ。もっとこうドーンと胸を張りな、ドーンと。すごいなぁ、早く帰んなって言われちゃうところがね。なるほどね。なんかいいご主人様で安心しました。あ、もうすっかり夕方みたいな感じですね。お兄ちゃん、お使い終わったの？じゃあ早く帰ろうよ。ご飯できてるよきっと。帰ろう帰ろう。どうしたの？またパン屋のおかみさんにお説教。お説教ではないと思うけど、お説教ではないと思うけど、いじめられました。そうねーそうねーで片付けられた。なんかこうお兄ちゃんって影が薄いのよ。俺なんかまだパート1だと思うんですけど、俺影が薄いってこのパートなんかこの回だけで何回言われたんだろう。まあでもお兄ちゃんのいいところを分かってる人もいるからさ。俺にいいところってあるんだろうか。皆さんいいところあったら書いてください。例えばさ、ジュリアとかさ。もうこの子の妹にからかわれながら家路に着く少年でありました。そして翌日の夜。え、待って、翌日？シチューの下り。シチューの下りとは一体どこへやら。シチューかもわからんけどさ。うむうむ、この紋章は確か。うむ、お父さんったらすっかりあの壺に夢中ね。本当に古いものが好きなんだから。なんかわかったりしそうだね。でも、あ、そうだったわ。今夜は村の外の広場にサーカスが来てるんだったわね。ライラも兄も見に行ってみたら？夜道は一人じゃ危ないわよ。お兄ちゃんと一緒に行きなさい。なんかもう、この次のセリフ俺見たくない、できたら。大丈夫。ですよね。まだ安心したわ。もうちょっとひどい言葉かけられると思った。まあ、あの子ったら男の子に送り迎えさせるなんて。成長したのね。お母さん嬉しいわ。お母さんも若いな、でも。アクティブすぎない、この家系。話聞こうか。この紋章は月の夜に現れると誘う、ん？される七色ネズミの尻尾の形を教えるわけで、つまり。うんうん、それで？これもう明らかに長すぎて省略されてるやつだね。なんかポケモンの大好きクラブ的な人の、あの自転車の被害券もらう前の過程みたいな。
そして2時間後。サーカス終わったってオチないよね。ちょっと待って、悲しすぎるんだけど、それだったら。え、大丈夫ですよね。ちょっとサーカス見に行きたいな。お、こうかな。こんばんは。お、ライラ、何してたんだ。もうサーカスもうなんか嫌な予感が的中する。次々と的中していく気がする。あ、ジュリア、あっちの夜景が綺麗なんだ。散歩してみようぜ、な。あー、なんか泣きたい。で、嘘、本当にもう終わった？仕事の後の一杯、あ、あー、あー、終わってる。もう俺これ、このゲーム最後までやれる気がしなくなってきた。大丈夫かな？そうなんですって、なんかもう。いやいやいや、もう認めたら、認めたらいけない。認めたら完全に俺の負けだ。お、おう、強くいきますよ。そうですか。そうですか。うん。お化け？ほんと、なんかお化けがいる。なんかテレサみたいなやつ。テレサとカービィを足して割ったようなやつ。どうした？何があったんだ？兄？兄？目を開けてくれ、兄。こうしてサーカスが来た夜、幸せな家族に大きな不幸が降りかかったのでありました。